皆さんこんにちは、のらんです。本日ご紹介するのはマクドナルドの牛乳です。こちら美味しいですよね。まあもちろんね、冗談ですよ。これを紹介するための動画ではありません。まあこれを紹介するということは、つまりあれなんです、マクドナルドハッピーセットリカちゃんの第2弾になるんですね。ちょっととりあえず飲むか。はあ、美味しい。そうなんです、本日が10月の29日金曜日、今日からですね、マクドナルドハッピーセットリカちゃんの2段目、通常4種プラスシークレット1種類の5つのバージョンがですね、本日から配布というかね、おもちゃとしてついてくるようになりました。で、実際にはあと2週間後に第3弾として、1段目と2段目の、合計9種類がごちゃ混ぜになって第3弾というのもあるんですけど、実質今回の第2弾でコンプリートが可能ということでね、もちろん本日朝から私はマックしか食べておりませんということでですね、朝と昼、まあ私とあと家族でですね、買ったハッピーセットをちょっとお出ししていきましょう。はい、9個ね買いました。まあそんなね、めっちゃ無理はしてないです。一応してないですけど、まあこういうね、牛乳みたいにね、取っとける飲み物をセットに選ぶとね、すごく効率がいいんですよ。で、まあ9買ってるということはどういうことかというと、一応最短でね、5つ買えば全部揃うんですよ。前回は4個買って4種類全部出たので、ダブリなしだったんですけど、今回今んとこ9買ってまだね、1個出てないです。そう。なので、4種類で5ダブリが今のね、戦績になっております。あと一応どんだけで引くかっていうとこなんですけど、まあ、ハッピーセット別に食べ物が主なので、まあ食べればね、いつか当たるので、まあそんな焦らず行こうかなと思いつつ、ちょっとね、今回成績がよろしくないんですよね。はい。で、ちょっとダブってるのは一旦今避けて、今集まってる4つだけ並べてみました。前回同様ね、番号を見ると開けなくても中身がわかるシステムになってるんですけれども、こんな感じでね、ここは5、6、7、8っていう風に数字が書いてあるので、5、6、7、8は全部同じ子が入ってます。で、5、6、7、8、6、7、8、9、7、8、9、0、8、9、0、1ということでね、なんとなくシークレットの子がいない気がします。9012なのか、9999なのかはわからないですけど、きっとシークレットの子が番号ラストだと思うので、今通常の4人がいる状態です。シークレット頑張って当てていきたいと思います。なのでまだね、開封しませんよ。シークレットの子が来るまでは一応、頑張ってまだね、ハッピーセット食べていきたいと思います。はい。ようやくね、コンプリートしました。ちなみに本日は10月の2日、月曜日なんですけれども、コンプリートしたのは昨日10月の1日、日曜日でした。いや、時間かかりましたね。結局金曜日は、あの後もう1個食べて、それでもダブって、で、土曜日も食べて、ダブって、で、日曜日食べて、ようやくコンプリートです。もうね、数えたくない。いくつ買ったかは。まあでもちゃんとね、美味しくいただきました。まだね、牛乳とかヨーグルトは冷蔵庫に残ってるんですけど、一応ね、美味しく全部食べた上で、なんとかコンプリートしました。もうね、この、おそらくこれがシークレットなんですけど、もうこの子が全然最後の最後まで出なくて、いやー、どうなんだろうな。今までのね、リカちゃんはそんなことなかったんですけれども、ひょっとしたら、確率違うのかもしれないですね、シークレットだけ。まあ、ということで、一応今回も番号順で、おそらくこういう順で、カタログ順なので、この順番で開けていきたいと思います。まずはじゃあ、1個目、5、6、7、8、こちら開けていきたいと思います。いや、このね、第2弾がすごく楽しみだったんですよね。あ、そうだそうだ。ちなみに今回第2弾のタイミングで、土日だっけなに買うと、まあ、先着に多分なってるんだと思うんですけれども、リカちゃんお楽しみブックがついてきます。1段目はね、DVD だったんですけど、2段目はね、お楽しみブックということで、リカちゃんファミリーの紹介だったり、濡れだったり、
まあいろいろね、ちょっとお楽しみ要素がありますよという感じですね。では、一人目。じゃん。じゃあね、ちょっとこちらを見ながらやっていきたいと思いますけども、まず一人目はこちら。クリスタルチェンジリボンドレスリカちゃんになります。さあ、開けてこう。第2弾はね、全員、着せ替えの要素があって、スカートをつけてないバージョンと、このクリスタルのね、半透明のドレスをつけたバージョンでお着替えが楽しめますよというパターンです。おーい。あ、なんかちょっと人魚姫っぽい感じのね、シルエットになってます。はい、こちらリボンドレスリカちゃんということで、まあ、割とね、リボンをちょんちょんちょんとこことね、あしらった感じの、リボンのね、まさにドレスになっています。髪の毛はね、まあ、いわゆる金髪ですね。じゃあちょっとこちらのクリア素材のね、スカートを履かせてみましょう。あ、ウエストの上まであるんだね。せっきり私はあの、スカート部分だけだと思ってたんですけど、前側は胸まであって、下はぐるっと一周って感じですね。はい、こちらが履かせたバージョンになります。うわ、かわいいね、クリスタル。いいね。こう、今までリカちゃんのね、ハッピーセットシリーズいろいろありましたけれども、このスケールスタイルはね、良いよ。ちっちゃい子でもね、そんなに難しくなく楽しめるし、この透け感はやっぱね、女子は透け感好きじゃないですか。かわいい。いいじゃん。で、ここにもね、大きいリボンが2つあしらってて、まさにリボンドレスのね、リカちゃんとなってます。さあ、次行こう。2体目です。じゃん。あれ？番号違う？順番通りじゃなかった。7、8。あれ？そうなんだ。若干シャッフルされてる。へぇー。今回は6、7、8、9ですけども、お人形さんとしてはこちらですね。ミントドレスリカちゃんになります。わお、ミントカラーだね。これまた可愛い。はい。髪の毛がね、ミントカラーになってますね。ちょっと、おしとやかな感じの、スカートもね、スーッとした、ちょっとネグリジェっぽい感じのスカートになっています。リボンもね、大きめですごく可愛いですね。大人っぽい感じのリカちゃんです。さあ、じゃあこの半透明のね、ドレスも開けていきましょう。よし。おー、なるほど。水色の半透明に対して、この不透明のね、ピンク系の色がついてます。こちらのドレスもね、表面は胸まであるスタイルですね。あら、かわいい。いいね。このクリスタルのドレスを着るとね、青みが強くなって、またよりこう、ミントドレスって感じがすごくする。衣装になってます。かわいい。いいね。ちょっと大人びた感じで、水色とピンクはね、やっぱ女の子好きですからね、すごく女子が喜びそうなデザインになっているかなと思います。はい、こちらがミントドレスリカちゃんになりますね。さあ、どんどん開けてこう。こちら今度は7890か。次は誰なんだ。もうなんかどれが誰か分かんなくなってきちゃったな。じゃん。はい、次はこちら、レモンドレスリカちゃんですね。黄色オレンジ系ですごいビタミンカラーの元気な感じの色味になってます。かわいい。いいね。プリキュアに一人はいそうな感じのカラーリングだな。全体的に暖色系、オレンジ黄色系でね、まとまってて、割となんかあれだね、ドレスもすごくさ、なんて言うんだろう、前衛的というかね、ちょっとかっこかわいい系のイメージの女の子な気がします。はい、でドレスも同系色、レモン色のねドレスになってますね。いいね。さっきのね、水色とピンクっていう若干補色関係のね色の組み合わせも綺麗ですけど、こういう完全に同系色で合わせるのも可愛い。あ、これもね、いいと思う。あえての黄色に黄色を重ねた感じのデザインですけど、このお裾の部分だけね、オレンジがちょっと見えるので、これはこれでさ、シンプルだけどいいデザインだなっていう感じがしますね。このお胸の部分のね、この白い、なんて言うんだろう、ちょっとクラシカルなラインの入り方がね、私好きですね。ね、そのドレスとしては、まあ地味というかね、シックな感じですけども、すごくこう、品があるデザインですごく好きです。いいですね。ちょっと元気な感じで可愛いと思います。
さあ次行こう。次は8901ですね。こちらを開けていきたいと思います。多分さすがに最後の番号がシークレットだと勝手に思ってるんですけど、よいしょ。さあ次行こう。事案、あ、うんうん、やっぱ最後がシークレットだな。こちらはこちら、フラワードレスリカちゃんですね。はい、まずこちらがクリスタルを着てないバージョン。あ、もうすでにね、お花柄がちょっとランダムな感じに配置されてて、ちょっと花びらがこうひらひらひらってなっているような素敵なね、おしゃれな大人っぽいデザインですね。頭ちょっとさ、あれだよね、なんて言うんだろう、夜会巻きじゃないけども、ちょっと夜のお姉さまみたいな感じのヘアで、割とね、ちょっと攻めたリカちゃんだな。可愛い。私はね、こういうリカちゃんも好きですよ。うん。ドレスもね、紫系ですごく大人びてますね。よいしょ。で、こちらがクリスタルドレスですね。めっちゃ大きい花があしらってありますね。フラワードレスって聞くとね、まさにお花柄でもっと、まあちょっと子供っぽい感じのデザインで来るかなって思ったら、すごいこの大きい花をね、あしらうことで、ちょっと大人っぽさがね、やっぱ出ますよね。おしゃれ。うん。ね、この胸に一つと、ちょっとさ、センターからずらしたこの位置に、大きい花をあしらう感じ。おしゃれだなって思います。後ろもね、色はついてないけど、お花柄がいくつかついててね、可愛らしいフラワードレスですね。この透け感もすごく、まあ、同系色ですけどもね、可愛い感じに透けてるかなというふうに思います。さあ、シークレットだよ。もうこの子が全然出なくて、めっちゃ食べたからね、シークレットのはず。番号は9012番ですね。さて開けてみましょう。じゃん。当たり前ですけど、秘密のおもちゃっていう名前になってるので名前はわからないです。これね、秘密のおもちゃってなってますからね。はい。お、え、待って待って、クリスタル、まさにクリスタル。わお、かわいいねえ。え、なんて言うんだろう。ちょっとさ、北欧のお嬢様みたいな、クララみたいなね。あの、ハイジのね、クララね。そうそうそう。この色素薄い系のさ、ちょっとね、可愛いですね。え、待って、お名前これわかんないの？あ、ここに書いたのか。あった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 。クリスタルチェンジウェディングドレスリカちゃん。ウェディングなんだね。いいじゃん。ちょっとちょっと。ウェディングドレスなんだ。結構ね、あの、いわゆるウェディングドレスってもっとごってりしてるじゃないですか。だけど割とさ、これはね、大人な感じですよね。あ、でもこの小花模様のさ、このボコボコしたやつってちょっとウェディングドレスっぽいかもね。で、ちょっとこれがさ、なんでの、着物じゃないけど合わせのデザインになってるんですね。で、これにクリスタルも完全に透明。え、これさ、実際のウェディングドレスだったとしてもめっちゃおしゃれじゃないですか？ねえ、透け感っていうかもう、基本透けみたいな感じのデザイン。かわいいじゃん。おー、いいね。こうさ、あの、中の元々の色が割と淡い色なので、あの、完全なクリスタルのこの色でも、すごくこう、主張しすぎなくてちょうどいい。このきらめき感というかね、まさにクリスタル感が出ててすごい素敵だなと思います。このドレスのね、ひらひらが若干、なんて言うんだろう、ウェーブじゃなくてね、ちょっとこうギザギザした感じのウェーブ、制服のスカートをちょっと広げたような感じのね、なのですごくこうカットが入ってて、この光沢が入った時にさ、すごく品のいい食器みたいな、この綺麗なね、波が入っててすごい綺麗ですよね。この裾のところにまたピンク色が入ってるのが、このシルエットが際立ってすごく可愛い。うわ、これは確かにシークレットだな。こう今までのね、ハッピーセットのシークレットも全然もちろん可愛かったんですけど、これはね、ちょっとやっぱ特別感がだいぶ高いですよね。好きな子絶対多いんだろうな。はい。で、今回は、第2弾の子たちはね、組み替えが楽しめるので、例えばですけれども、こちらのドレスの子と、こちらのドレスの子を、お着替えをね、楽しむっていうこともできちゃうわけです。
こういう風にシャッフルして、ほい、これはこれで可愛いねっていう風とか、逆にこの子にこの水色のお花のねドレスをよいしょ着せることでいいね。これもピンク色がさ同系色なのですごく合ってると思います。うん、多分ねどの子にどれ着せても基本合うんじゃないかなと思うんですけど、まあ好みに合わせてねいろいろ着せ替えを楽しむことができるんじゃないかなというふうに思います。はい、そんなわけでね今回は、ハッピーセットのね、リカちゃん2023年バージョン第2弾を開封していきましたけど、いや頑張った甲斐があった。すごく可愛らしい猫たちが、我が家に来てくれました。いやちょっと来年以降も楽しみですね。もうこれねいつ引退しようかなってちょっと思ってたりもしたんですけれども、ちょっとね思いのほかね今回良かったな。やっぱリカちゃんハッピーセット可愛いですね。ぜひタカラトミーさんとねマクドナルドさんには今後もねハッピーセットぜひ前向きにご検討いただきたいなというふうに思います。ということで本日はマクドナルドハッピーセットリカちゃん2023年第2弾の開封動画になりました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。